韓国、アメリカ、日本の北朝鮮人権団体が、在韓中共大使館前で集会を開き、中共当局による脱北者の強制送還を非難しました。韓国からの報道をご覧ください。9月30日午後、ソウルの中共大使館前で、韓国、アメリカ、日本の人権団体と脱北者が、 中共による脱北者の強制ををを非難する集会開開き、公開書簡を発表しましまた。北朝鮮自由連合のスーザン・ショルティ代表らは公開書簡の中で中共当局は国連難民条約に加盟しているにもかかわらず北朝鮮からの脱北者を強制的に送還していると指摘しています川崎英子さんは1960年代北朝鮮は地上の楽園という欺瞞に満ちたプロパガンダを信じて 17歳の時にに北朝鮮に渡りましたそれ以来人権のない北朝鮮で飢餓と貧困にあえぎながら40年以上過ごし2003年に北朝鮮の惨状を伝えるために脱北して日本に戻りました川崎さんは逃亡中脱北者らが中国でひどい仕打ちを受けているのを目の当たりにしました中国共産党は脱北者を捕まえて北朝鮮で拷問を受け 命を落とすことも承知で北朝鮮に送り返していますこれは強制送還された脱北者を処刑する北朝鮮政権よりもさらに悪質な行為です北朝鮮自由週間に参加するために韓国を訪れた山田文明さんは北朝鮮はこれまで国際テロ事件を起こし核兵器を開発するなと多くの違法行為を平気で行い朝鮮半島情勢をますます危険なものにしてきているが これは、中国共産党のサポートがなければできないことだと語っています。ロシア、中国の北朝鮮に対する支援。これをやめさせて、国連決議に,決議に基づいた制裁をしっかり実行していくような動きを作らないと、問題の解決にならないかと思ってますので、中国の責任は大きいと思ってます。中共による脱北者の強制送還を非難する集会は、十五カ国の五十一都市で同時に開催されました。参加者らは。 在韓中京大使館に中京当局への公開書簡を投函しました北朝鮮住民の自由人権尊厳を促進するために企画された北朝鮮自由週間は9月25日から10月1日まで行われましたアメリカ韓国日本の北朝鮮人権団体の集会も北朝鮮自由週間の一環として行われましたテクノロジー大手の Google は 中国本土での翻訳サービスを停止しましま10月1日から本土のユーザーが Google 翻訳のページやアプリにアクセスすると中国からはアクセスできない香港のサイトにリダイレクトされます Google は2010年に中国本土での検索サービスを閉鎖し2014年5月31日には中共が Google 検索を完全にブロックしました同時に Google 香港サイトも Google 翻訳と Google マップのみを残してアクセスできなくなり、2019年秋には Google マップも閉鎖されました。アナリストは、Google 翻訳は残された唯一のサービスだったが、Google 翻訳の停止により、Google が中国市場からのさらなる撤退を示していると考えています。 これは技術、文化、教育の分野における中国とアメリカのデカップリングの現れです中国共産党の鎖国がさらに加速している少佐でもあります Google が遭遇したことは他の欧米のテクノロジー企業に対する警鐘でもありつまり中国共産党のこのような体制は監視を受けない欧米企業の存在を許さないということです 情報系サイトテッククランチは、Google 翻訳は利用者が少ないという理由で中国でのサービスを終了したと伝えています。一方、ウェブ解析プラットフォームのシミュラー Web によると、今年8月の中国での Google 翻訳サイトへのアクセス数は5,350万件でした。現在、Google は中国において広告、開発者コミュニティ、Android デベロッパーコミュニティなどのサービスは残しており、 香港におけるグーグルのビジネスには影響がないようですアメリカのトランプ前大統領は10月3日 CNN を名誉毀損で提訴し4億7500万ドル約690億円の損害賠償を求めましたトランプ氏は声明で他の主要メディアも数週間から数か月内に提訴すると表明しましたトランプ氏側は 10月3日にフロリダ州の連邦裁判所に提出した訴状で、CNN が視聴者への影響力を利用して、政治的に打ちまかすために、偽の情報を流してトランプ氏を中傷しようとしたと主張しています。また、CNN が長期にわたって否定的な情報のみを強調し、肯定的な情報はすべて無視してきたと指摘し、さらにこの数ヶ月間は、トランプ氏が2024年の大統領選に出馬するのを恐れて、 誹謗中傷キャンペーンをエスカレートさせていると主張しています。訴状では CNN はスキャンダラスで誤った抽象的な一連のレッテルを使ってトランプ氏をヒトラーと関連つけようとしロシアの手先人種差別主義者などの中傷的なレッテルを貼ったと主張しています。さらにトランプ氏は今年7月 CNN に書簡を送り 2020年の大統領選で不正が行われたというトランプ氏の主張を大嘘と報じたことに対し撤回することを求めましたが CNN は拒否したといいますトランプ氏は当日夜声明を発表しこの訴訟はフェイクニュースや主要メディアと戦うためのプロセスを開始したと述べ CNN 以外の主要メディアも数週間から数ヶ月のうちに提訴する考えを表明しました CNN はこの訴訟についてコメントを拒否しています 10月4日中共当局は国内の新規感染者数が半月ぶりの最高記録を更新したと発表しました各地では封鎖が続き民衆の不満が高まっています河南省鍼灸県の薬病予防管理部門は10月3日中高リスク地域に滞在したことのある発熱患者を通報すると1人当たり5,000元 さらに発熱者が陽性反応を示した場合は5万元の報奨金を提供すると発表しました地元住民はラジオフリーアジアとのインタビューで当局の貿易対策はどう越して総加入間の境地に達しており陽性者を通報すると報奨金を出すという手まで使っているのは感染者がいないからだと述べました当局は貿易対策を口実に市民の自由を制限し監視することができるからだといいます 新疆ウイグル自治区当局は4日今回の感染拡大は同自治区の歴史上予防と制御が最も難しい大規模な公衆衛生上の緊急事態であると発表しました中共の第20回党大会を前に北京への波及を防ぐため新疆を出発するすべての列車と飛行機が一時的に運行を停止しています同時にウルムチ市イニン市コルラ市では厳しい封鎖がまだ続いています 封鎖が60日間続いていますドアが全部封鎖され外に出ることができません PCR 検査は毎日やっています彼らが来るとドアを開け検査が終わると再び封鎖します食料は週に1回届きますが物価がとても高いです第20回党大会の開幕を16日に控えた北京市では9月30日に確認された感染者と接触した8人が中 高リスク地域に滞在した経歴があるというだけで感染症予防管理妨害の疑いで警察から刑事捜査を受けています中国のニュースサイト「在新網」によると10月4日31の省自治区の計134都市で970人の新規感染者が確認され半月ぶりに最高記録を更新したとしています実際の数字は不明です 半導体サプライチェーンに対する中国の脅威を阻止するため日米が新たな行動をとりましたアメリカの大手半導体メーカーのマイクロンテクノロジーは約3億ドル465億円の補助金を日本政府から受けることになりました同社によるとこの資金は広島工場の設備投資に使われますアメリカのカマラ・ハリス副大統領は9月28日 日本の半導体関連企業の幹部らと会談を行いました。この情報はその直後の30日に発表されました。アメリカと日本は数ヶ月前から半導体生産における協力拡大について協議を重ねてきました。半導体供給における台湾への依存度を下げるためです。半導体は私たちの暮らしに欠かせない存在となっており、自動車から iPhone、ミサイル、戦闘機に至るまで、 現代ののあらゆる電子機器の頭脳となっていますしかし、世界最先端の半導体の90%は台湾で生産されています。この小さなチップがなければ、コンピュータも iPhone も戦闘機も鉄の塊にすぎません。アメリカは、最先端の半導体を台湾のチップメーカー TSMC に大きく依存しています。しかし、この重要な生産拠点である台湾は、常に中国共産党からの圧力を受けています。 中共政権は台湾を自国の領土と主張しており必要であれば武力で支配下に置くと脅していますハリス副大統領は日本の半導体関連企業の幹部らとの会合でサプライチェーンの多様化の重要性を強調しました。We have to 日本もアメリカも世界も必需品の依存度を分散させる必要があります私たちはこの問題に関して一国だけでは世界の需要を満たすことができないことを理解しています日本はアメリカの他の半導体メーカーにも働きかけています今年7月には経済産業省がキオクシアとアメリカウエスタンデジタルが共同で計画する三重県の半導体生産施設に 最大929億円の補助金を出すと発表しましたこれは日本での半導体生産を拡大するためのものですアメリカニューヨーク市のアダムス市長は7日南部の国境地帯から移送される不法移民が急増し受け入れ能力が限界に近づいているとして非常事態を宣言しましたアダムス市長によると 4月以降、南部の国境地帯からニューヨーク市に移送された不法移民は1万7000人を超えています。ニューヨーク市の保護施設では5人に1人が不法移民となっており、今年度10億ドル、約1450億円を対策費用に充てるとしています。アダムス市長によると、 現在ニューヨーク市の保護施設には6万1000人が滞在していますまた不法移民家庭の子ども5500人が今年度無料で公立学校に入学し市は42軒のホテルを緊急の保護施設として不法移民に開放しさらに多くの保護施設の建設を検討しているとしていますしかしすでに限界に来ているとして連邦政府に支援を呼びかけています n t d ジャパンがお伝えしました